ここです。森の煮干しみたいなのがあったっけ。森そばこれか。お家で大賞券もやったことある、めっちゃ美味しいよ。あ、そうなんだ。マジで確かに美味しそうだね、これ。これこれか。そうそう、煮干しとか書いてあるじゃん、うん、東京でも煮干しじゃやってたと。東池袋ってこと。そうなんだ、多分東池袋。そうだ、ね、味ができてって感じだね、うん。いや、ここだけ行ってないな。高校1年生で終わったな。そうだね、花火見に来て終わったね。でもあれ来てくれたの結構でかかったと思う。やばい、楽しかったよね、めっちゃ、うん、あれめちゃめちゃ良かったと思う。だってもう高2でコロナ始まったから。そうだよ、あれで行けね。そうだ、高2でとか全然行けんかったかなと思って。それも今年で終わるからね。そうね、5月。なんならもう13日から自分の判断に任せる。多分まず最初はみんなマスクつける人多いと思うけど、でもそれでも学校も5月くらいから確か全面的にやめるみたいな話出てるし、うんうん、多分マスクの生活になってインフルとかの数は多分減ってるから、うんうんうん、めちゃめちゃ例年よりは、うんうん、まあいい面もめっちゃあるんだけどね。あ、でも夏とかまでマスクは確かにしんどかったよ ね、 しんどいよね。冬はいいけどさ、まあ頑張ったでしょ、うん、これでもみんな。あ、ね、あでも人と違う青春を過ごしたわ。中にあったら、はい、美味しそう、美味しそう、美味しそう、やばい、美味しそうだね。じゃあいただきます。前もさ、こんな感じでさ、うん、ラーメンうまいうまい食べてるからさ、うん、話すと食ってなくね、うん、そう、今腹減ってるからね、もう食っちゃうよ。わかる。そう、めっちゃ気になってたのがさ、うん、シンガポール行っとったよ、うん、そう、どうだったんだろうって。人生変わりました、はっきり言って、うん、何ヶ月だっけ。1ヶ月未満。1ヶ月なんだ、うんうんうん。短期インターンだったんだけど、なんか、まあ、研究したりとかね、うん、いろいろあったけど、まあでもぶっちゃけさ、もう観光じゃん、うん、楽しかったよ。楽しかったよ、めっちゃ。そう、あそこ、なんて言えばいいんだろう、中国の人が多いんだよ、うん、めかし人多いんだなって、うん、めちゃくちゃ。いや、良かったよ、本当に。なるほどね。住みたいもん。いや、またホームステイしたいな、本当に。ね、そうだよね、めっちゃしたい。やっぱ音声が一番いいと思うんだよね。ホームステイ面白いよね。めっちゃ面白い。現地の生活に溶け込めるからさ、うん、なんか相手の文化圏入れた感じがして、うん、そうなんだよ。観光ってあくまで観光だからさ、ね、ちょっと違うんだよ、うん。じゃあニューヨークの出川イングリッシュみたいな企画ができると楽しいんだろう、うん。でも今はもう結構話せるっちゃ話せるもん。あ、そうなんだよ。全然いけそうだけど、割と怖いものなしくらいまである、うん。いやでも早かったな、高専、うん、5年か。そう、まだ終わってないけど、うん、終盤戦で。そうだね、初めの時はね、めっちゃ長そうだったけど、あっという間だった、本当にすごいな。もう一回やりたいって言われたら絶対やりたくないけど。そうなんだ。一番楽しかったのは多分シンガポール入る感じ。あー、いいね、うん、ごめん、ありがとう、うん、あーだっす。いや、俺これ多分夜いらねえわ。マジで。わかる、マジで。そう、ほんとそう。夜いらない、これ。いや、もう山盛りとかに来たらすごい、絶対すごいやん。山盛り食えるって言うのかな。やばくん、だから本当にご飯1日抜かしてとかじゃん、行くとしたら。てか、痩せたねえ、やっぱ。いや、なんか太した時に感じ、痩せたねえ。坊主にしてた。そうね、ね、めっちゃそうだよね。そう、俺1年前坊主。意味わからなかったもん。なんで坊主にしたのと。会った時も坊主だったよ。そう。しょっぱな。しょっぱなとか坊主だよ。1年前も坊主、坊主似合うからいいや。あ、似合う、うん、結構似合っとる。いいな、嬉しい。いもう見慣れてんのかな。かもしれない。ワンチャンそれだよ。じゃあ、ごめんなさい。お疲れ様でした。ということで、はい、大賞券食ってきたんですけども、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。煮干しをね、僕は食べたんですけども、柚子とか入っててすごいいい感じのね、うん、はい、味わいでした。どうでした。
や、本当美味しかったです、ね、久しぶりに食べて。そうそう、いやもう最高だね。なんか地元の、地元出身のラーメン屋じゃないけど地元感、うん、そう、彼はよく食べてたからね。そうね、そうそう。次はあそこ行きたいね、長尾に行きたいね。あ、僕のおすすめの、ね、本当にいろんなね話ができたんでね、すごい嬉しかったです僕は。ありがとうございました。皆さんも最初に来てみてください、はい、来てみてください、はい、バイバーイ。